円通橋19世紀末頃の円通橋円通橋は、京都市東山区にある大谷本廟の門前、明津月池にかかる花崗岩製の二連式、石像アーチ橋。幅5.5メートル、長さ40.0メートル、二つの全円形アーチの直径は3.2メートルである。1856年の混流で、 京都市内に残る唯一の江戸時代の石像アーチ橋として貴重である。二連の新円、全円系アーチがあることから、西大屋のメガネ橋とも呼ばれる。長崎のメガネ橋が半円アーチながら、川に移ってメガネ型をなすのに対し、ここでは全円系アーチ二つによってメガネ型をなしている点で極めてユニークで、世界的にも極めて珍しい石像アーチ橋である。 新蘭成人の六百回帰に際し大阪の商人、ハリマや五平の寄進によると伝え、工事を受け負ったのは大阪の関奥玄介、その他工事には石膏の集中地として著名なアタ郡白川村の石膏、太郎江門のが関わったことも西本願寺に残る文書によってわかる。池には赤白の蓮が植えられ、かつては風光明媚な場所として市民に親しまれたが、 昨今では橋の下の円形アーチに気づかない人も多い。同じ京都市内にある明治6年築造の堀川第一京が市の有形文化財に指定されているのに対し、それより18年前の江戸時代に築造された重要文化財級のこの橋が未だ何ら指定を受けていない理由は不明である。ありがとうございます。